ドイツケルンから56キロ、ニュルブルクリンク。サンマリノの勝利でご機嫌のミハエ。ここはふるさとケルペンに一番近いホームタウングランプリ。アロンソ帽子の少年に自分の帽子をプレゼント。ニュルブルクリンクのピットに衝撃。スーパーアグリ井出雄二の F1 スーパーライセンスが剥奪され、サードドライバーのモンタニーが正ドライバーになった。鈴木アグリ苦渋の決断。残念だよね。非常に残念です。まあ、自分としてはね、その、まあ、井出には走らせてあげたいし、そのまあこういう、まあ、いろいろな状況っていうのはやっぱりさ、井出もね神様じゃあるまいし、もうテストもしないでいきなりレース出てどうのこうのっていうのは本当にその、まあ、チームの状況からしてみればそのかわいそうな状況がすごく彼にとってはいっぱいあったと思うんで。 FIA はもっと経験を積ませなさいとアドバイス。とはいえ実は強制力があった。井出には残念な事件。代わって乗るフランク・モンタニーはフランス人、元ルノーのテストドライバー。実戦デビューはこのグランプリが初めてとなる。突然風当たりが強くなった。しかしヤグリはくじけずに進む。いつもより3週間早い開催で5月7日の決勝。気温は20度。ミハエルは予選2位。今日はポールをアロンソに明け渡したが落ち着いていた。アロンソは今季初ポール。やや軽めで予選重視。12番大観衆。今日もまたミハエル対アロンソの直接対決は必至。アロンソ好スタート。マッサはアウト側、ミハエルはイン側。ライコネンが上がってきた。アロンソトップをキープ。後方でラルフ、リッツィ、クルサードが接触。アロンソ対ミハエルのマッチレースが始まっていく。今日のミハエルはアロンソから1秒と離れずについていき、逆転を狙う。フェラーリのクルーは動く気配なし。38周目、アロンソが先に入った。先に入れば手の内を晒すことになる。8秒8、標準的。ここからミハイルは全開モードで飛ばしていく。1分32秒台を5周にわたって連発。これがミハイルの底力。アロンソもアウトラップを全力で駆け抜ける。この後ミハエルがピットを済ませた時トップに戻りたい。フェラーリはギリギリまでタイヤを温め一気に動く。ミハエルピットイン。アロンソはコース。先ほどのアロンソの静止時間は8秒8。ミハエルの静止時間は6秒8。2秒も早かった。大差をつけてのコースイン。アロンソ屈辱的な差をつけられた。資金が乏しいスーパーアグリは旧型マシンで苦しい戦い。 SA06 のデビューが待たれる。ミハエルは接近戦を思い通りのプランで勝利。サンマリノに続く2連勝。3位はマッサ、フェラーリ1-3フィニッシュ。サンマリノより高くジャンプ。勢いに乗ったフェラーリ。アロンソにストレス。この悔しさは母国で晴らす。